どうもこんばんは、かせいすけです。今日は2022年の2月の3日、えー、時刻19時というところで、えー、今日は木曜日なんですけど、明日のですね金曜日にあげるための、えー、録音という形でお話ししております。えー、今回お話しする、まあ、ニュースというか、まあ、私の中ではちょっとしたですね記事の中に見つけた言葉を紹介していくという形なんで、まあ、ニュースといえばニュースなんですけど、 あの私が最近いろいろと考える中で、えー、ああなるほどなと思って。 た言葉に、えー、まあカッコつけてちょっと、えー、お話ししたいかなというところで、えー、まあ、私なりの小話をですねまあ、ニュース的な要素と絡めてお話していこうかなと思いますでこれはですね2週間前にトンガの地震のあの支援の件がありましたからこれボツにしたんですけど今回それを披露したいかなと思ってお話し,しますえっ、ー、とまあ、見ていただけると思いますけども高田純次さんですねタレントの高田さんまあ、この方なんか。 結構昔からこんな感じで、まあ、老けているといえば、老けているような風に見えてたんですけど、昔とずっと風貌が変わらずですね、まあ、かなり元気で活躍されている方かなという、そういうイメージがあります。で、まあ、この方がですね、言っていたという言葉ですね、年を取ってからやってはいけないことっていう言葉に、まあ、ちょっと思いがありまして、それをちょっと紹介させていただこうかなと思います。 まあ、あの、最初に申し上げますけども、これはですね、年寄りに、え、こうだからダメだという話ではないというところ、まず最初にお話して、え、中身見ていただければ、聞いていただければと思います。 え、タレントの高田純二さん語る、年を取ってからはやっていけないことを考えさせられるという記事をちょっと読み上げていきます。えー、年を取ってやっちゃいけないことは、説教と昔話を自慢話だということを言っています。あれ、意外にいいこと言ってるね、ということで、えー、記事になって、記事で書いております。経験と年齢を重ねてついつい口に出る、昔はすごかったんだ、今の若者はという言葉。これは、えー、自分の日頃の行いを考えさせられますね、と。 ということで、じゃあ何を話そうということで、えー、中にはお年寄りから蜜を取ったら話すネタがなくなるんじゃないかという声があると。えー、そして高田さんはこの言葉の後に、だから俺は江戸話しかできないんだとコメントしていましたっていう、まあそういう面白い言葉を、えー、言っておられたという、まあそういう記事なんですけど、まあこの記事の趣旨としてはですね、まああの、年寄りはこんなこと言っちゃいかんよみたいな感じで紹介していて、最後の結論も、まああの、 まあ、もっと上手い話をした方がいいよっていう、なんかそういうふうにまとめられてたのかなと思いました。まあ、あの、今挙げた3つですね、説教、昔話、自慢話っていう、確かにですね、この説教とか、まあ、昔話、自慢話とかをのみの席でやられたときに、 まああの、なかなか引きつる若い人たちの姿っていうのは、まあちょっと想像できるかなとは思います。まあ今社会がですね、割とこう若者に行きやすい社会になりつつあるのかなという、そういう雰囲気はやっぱりありますので、まあ若い人たちをこう割とですね、こう、 まあ、用意者するというか、まあ、こう、優遇するっていうのが、まあ、正しい言い方だと思います。若者を集めなきゃいけないっていう、そういう業種や職種がたくさんあるっていう、そういう流れにはなってきているのかなと思います。まあ、ここで私が一番懸念しているのが、やっぱり、あの、外国人労働者の問題かなと正直思っておりまして、 えー、今、日本の若者が労働不足になっているというそういうテーマがですねかなり、えーまあ、私の周り、特に建設業界特にそうなんですけど若者の労働力が足りてないんだっていうそういうい話に実は結構成り代わっていて、まあ、これもかなりですね、えー、あの不思議なロジックがまあ満載なんですけど まあそうですね。とりあえず若者の労働不足というところはですね、もう本当にあの、しっかり扱うべきテーマだとは思います。まあ今回年寄りのこのやっちゃいけない3つのことっていう話に対してですけども、私の意見としてはですね、年寄りに説教と昔話と自慢話を絶対取り上げちゃいけないんじゃないかなということをちょっと話していこうかと思います。まああの、 年寄りがですね、口を出して最近の若いものはっていうのはこれもよく聞く話なんですけど村町時代とかのこう壁の落書きとかにそんなこと書いてたらしいんですよね、今の若いやつはダメだってそんなあの1000年近く前の,あの、まあ、壁の落書きにですね、今の若いものはという言葉書いてると。 あとまあ少し前で行くと新人類とかいう言葉が流行っていたとかえいないとかまあよくわかりませんけどえまあ私のまあ20代前半とかっていうのはまあ就職氷河期とかも言われてたりしますし あのバブル崩壊の煽りを受けた世代だとは思っています、まあ、その時だからバブル崩壊がまあ1989年、まあ、90年とかだとして、まあ、そこから56年後ぐらいに私はまあ学生をしておりましたので、まあ、そう考えるとですねちょうど日本の絶頂期から急にこう、まあ、急落していく、そういうさに、えー、まに花の10代、20代っていうのを過ごしていたのかなと思います。 まあ、あの私の20代はもう一つ言えば、まあ、リーマン・ショック世代とも言えるのかなと思いますので、まあ、失われた30年とか、まあ、そういう日本の、えー、非常に悪い雰囲気の中を華々しい時代を生きたものだとそういう認識はあります。まああのーまあ、同僚ととととかかかですね、えーあのー、職場のの先輩とか上司とかの話によると やっぱりこうバブル期の頃に学生をしていた人たちは非常にいい思いをしていたという話は聞きますので、まあ、あのいい思いをし,たあーしていないっていうのの良し悪しっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、そういう話を聞くとすごいなとは思います、えーまあ、私の中ではですね20代、本当に苦労したっていう思いがありまして、えー、20代のうちに頑張っておかないとっていうそういう思いはかなり人一倍強いかなと思います。 でその私の20代の時にですね、えーまあ、あの私の町内にいる,です、ねまあ、あるおじさんの話という絡めてちょっとその、まあ、あの年寄りにやっちゃいけないっていうことで説教と昔話と自慢話を、まあ、これを奪ってはいけないんじゃないかなという話にしたいかなと思います。 まあ要するに私の20代の苦労話の中でですね、すごいあの大事な、まあ、説教というか、まあまあ、昔話と自慢話に絡めた説教のおかげで、まあ、あの私としてはですね、非常にうまくいったというか、まあ、それに救われたなという一つエピソードがありまして、 えー、その話をちょっととしたいいかなと思います、えー、少し前にですね行政書士の試験の,あの合格証のことをちょっと動画にしたんでその話と絡めて、えーまあ、あの町内のおじさんのお話をしたいかなと思うんですけど、まあ、あの私、20代の、まあ、その時はですね26の時だったと思うんですけど、まあ、あの行政書士の試験を年に1回しかないんですけどもう5回ぐらい本当に落ちて。 でその年はもう特になんか全然あの振るわなくて本当に落ち込んでいた年だったんですけどもうこれは無理なんじゃないかなと思ってすごくこう落ち込んでいた時にですね まああの、大体あの時はですね、町内行事のスポーツ大会みたいなのがあって、そのスポーツ大会の、まああの当時は私は20代でバリバリ元気でしたし、あの、町内の選手の中ではこう、まあ数合わせというよりはまあ主力選手ぐらいの感覚で、あの、まあ参加していてですね、その打ち上げの席で、えー、まあ、 そういう心境だったわけですけどまああのスポーツとかやってる場合じゃないっていうぐらい本当にあのさぎ込んでたぐらい落ち込んでてでも諦めようかなってこう思ってたそういう時だったんですよねでまあそんなに町内の人との交流って少な,い少なかったんですけど まあ,あのその当時はまだスポーツ大会とかがありましたんで、やはりこう年に何回かはですね顔を合わせるぐらいのまあ、そういう状況だったんですが、その時にですね、あの、まあ、あののまちょうど酒の席で、えー、まあ、そういう話す機会がありまして、えー、まあえー、町内のおっちゃんなんですけど、その人とですね、えー、ちょうどそういう話になりました。っていうのも 大体20代の若い、まあそういう若者ですよね。若者にこう話しかけるそういうきっかけっていうのは、だいたい最近調子はどうかとか、あのー、まあ今日の反省はなんかみたいな、なんかやっぱりこう上から来る感じなんですよね。で、当時私も20代半ば過ぎなんで、まあ、あのー、町内のおじさんがこう上から来るのはまあ当たり前ですし、当然ですし、 まあ、たまにしか会わない、えー、そういう人に対しては、まあ、やはり、こう、酒をついであげたりとか、あの、お疲れ様でしたとか、ネギだったりとかする、まあ、そういう、まあ、コミュニケーションの機会も、でもあったのかなと思いますし、今では、まあ、そういう機会も本当に減ってはいるんですけど、まあ、あの当時はまだ少しはそういう名残が残っておりまして、で、その時に話してたのがですね、 もう完全に、あのー、落ち込んでたんでですねその話がスッと出てもう56回受けてもダメなんですよっていう話になった時に、まあ、その人からですね、あのー、お前はまだ若いから30まではどうにかそれを目指せみたいな、まあ、割とこう高圧的にあのそういうふうに言われたんですよね30になってそれでもダメならもうその試験はもう無理だっていう,なんかこうそういうふうに言われて まあなんか今思えばですけど、まあ、あと、まあ、もう何年かあるからその何年の猶予かのうちに、まあ、取れればいいじゃないか今、だめでもあと何年かあればいいじゃないかっていうそういう言われ方をしてうん、まあ、今思えば、まあ、確かにその通りだと思いますしあの,あの時、本当に異常に落ち込んでたのかなとは思いますねやっぱりもう何回受けてもだめなんで。 本当に自分はダメなんじゃないかなと、こう、否定される感が半端なかったなっていう、そういう思いがあります。で、本当に自分を否定された気になって、わあもうこれはもう、諦めた方がいいんじゃないかなって思ってた時にですね、何年間かの、そういう猶予がなんか、ふっと与えられたような気持ちになって、 そうか今年はだめでも来年もダメでもその次もダメでもいいのかみたいな,なんかそういう開き直りをその時こう初めて得たのかなと思いましてでだからあの時の言葉っていうのが結構今でもこう残ってるんですよね。 だからまあその時いろんな自慢話とか昔話もまあ合わせてされてたような思い出はあるんですけどその昔話自慢話は覚えてないんですけどあの時にもらったこう安心感みたいなものっていうのはいまだにずっと残ってるなと思うんですよね。 まあそれはですね、まあまあ、結果としてその後あの私はその3年,後に3年後の試験で結局合格して、まあ、今思えばですね、諦めていたらもう本当にそこで試合終了だったなと思いますし、まあそこで諦めていなかったがためにですね、合格できて。 で、その後、まあいろんなところでですね、その経験が自分の、まあ、人生の糧になったなというところはたくさんありますし今でもこう YouTube とかでいろんな情報を発信していろんなことをこう、まあ、あの取り組むことができるのはやっぱりそこで一つ諦めなかったからかなと思いますのでやはりそういう言葉っていうのは こう、切羽詰まってる若い、その、まあ、未熟な自分ではですね、そこにはたどり着けないんだと思うんですよね。一人ではですね。まあ、そこに一人でたどり着ける人っていうのは、それは能力も高いですし、すごいなとは思うんですけど、まあ、しかし、あまりにもトントン拍子で全て若い頃にうまくこなすっていうのもどうかなと思いますし、やっぱりこう、思,思い悩んでですね、こう、まあ、そういう、 苦労して得た結果っていうのはすごいその後の自分の助けになると思いますしまあそういう経験があるからこそのままあ,あの、まあ、40代50代60代っていうのをなんとか過ごしていけるんじゃないかなと思うんですよねだからまあ私としてはですねあの時におじさんの自慢話昔話と合わせて励ましの言葉があったからこそ、まあ、手にしたあの成果かなと思います まあそう考えてみたらですね今の私の町内行事今の私のの町内行事で言えば、まあ、コロナのこともありますので、まあ、そもそも大会そのものがなくなっていますしそれに輪をかけてですね若い人たちが少なくなっているんですよね、まあ、先ほどの人材不足も合わせてなんですけど若い人たちが町内にいないんですよね。 だから、その若い人たちをどうやって穴埋めするかみたいなそういう議論になってしまうんですけど、まあ、しかしこう、若い人と年を取った人たち、まあ、年寄りの人たちとの世代間格差というのは、まあ、どんどん広がっていくわけですからで年寄りの人たちもあのどんどん増えていくのはいくんですけど、えーまあ、やはりこう段階の世代と言われるですね、えーまあ、今の70代前の人たち、まあ、70代も含めですね まあその頃の世代の人たちっていうのもどんどん年を取っていくわけでで結果として若い人たちが少なくて年を取った人が増えていく時代っていうのはもうその当時からもうずっと言われてましたのでまあその当時、私はまだ20代でしてまあ他の20代の友達とかもいたんですけど。まあもうこの若い人たちが おらんくい,らいなくなったらもう本当に誰もおらんくなるっていう話はその時からもうずっとしていたなと思いますでそうなった時に若い人の穴埋めという形でこう何か別の議論ばかりがですね取り立たされているような気がしてならないというか、まあ、そういうところもありますだからそうなった時に若い人たちと年寄りの人たちをなんとかこうつなぎ止めてそしてまあ次の世代につないでいくっていうところをもっとしっかり考えなきゃいけないのじゃないかなと思うんですが まあそういうい、まあ、結果としてはこう引き継ぎとか受け継がれるものとかをです,、ねえー、することなしに新しい人材という形で、まあ、例えば外国人とかをこう導入してみたりとか、えー、居住させてみたりとか、まあ、そういう話になっていくのは非常に危険なことじゃないかと思うわけです。だかからそういういけ焼き場とか まあ,ある意味はそういう何か別の意図を持った何かに流されるのではなくてですねもう少し今の私たちのまあ居住環境の中でのまあ上下関係とか腸内の関係とか。 まあそういうところにしっかり着目するべきではなかろうかなというわけですねだから、そういう会の中でじゃあ、昔の話をしたらダメとか説教はするのはよくないねとかいうのは完全に今の流れと逆行しているような気がするんですよね年寄りと若者をこう離れさせてそしてまあ別の人材を入れていこうというそういう考え方に寄っているのかなと、えー、それは本当に危険なことではないかなと思います。 まあ私としてはですね、まあ、町内の、まあ、そういう行事とかも、まあ、そうなんですけど受け継がれていくものっていうのをしっかり受け継いでいくっていうことも大事です,大事ですしそのためにはやっぱりコミュニケーションが必要かなと思いますので、まあ、この長々した話の結論としてはですねやはり若者と年寄りをつなげる何かをもう少し 探していかなければいけないんじゃないかなというのが1、まあ、つ結論ですね、まあ、そのためにもですね年寄りの人たちに、まあ、説教と昔話と自慢話を取り上げてはいけないんじゃないかなというところですね、まあ、そういうところをちょっと思いましたので、まあ、2週間前の記事で見て思ったんですけど えー、今回その話をちょっとまあしてみましたちょっと話がとびとび散り散りになってしまいましたけど、まあ、あの私としてはですね自己紹介も兼ねて、まあ、あの行政書士っていう試験は本当に大変でしたしもう本当にあの26歳の時に塞ぎ込んでいてもう自分を否定され続ける、まあ、あの時代背景もよく時代性もよくなかった状態でですね まあ就職も失敗して試験にも失敗続きになった私を助けてくれたその言葉というのはまあ年寄りの自慢話と説教話の中から生まれた言葉だったというところはぜひあご認識いただければなと思います、まあ、そういったものを分断する動きっていうのも実際あるんだというのもぜひ理解してほしいかなと思いますしまあそういったニュースや情報にはですねちょっと耳を張ってアンテナを張っておいていただきたいかなと思いますそれでは 今回は以上にしたいいと思います。ちょっと長く話してしまいましたが、まあ、ぜひまた次のお話も聞い,ていただきたい聞いていただきたいかなと思います。それでは失礼いたします。